今年3月、開業20周年を迎えた埼玉りそな銀行。金融機関として県内経済を支える一方で、銀行の枠にとらわれない活動で地域貢献を行うなど、地元埼玉に密着した取り組みを続けています。今回のウォッチリポートは、そんな埼玉りそな銀行の20年の軌跡を振り返ります。埼玉りそな銀行の20年を知るために川越にやってきました。3年前まで埼玉りそな銀行川越支店として使われていたこちらの建物は、県内最初の銀行、第85国立銀行の本館として建てられたものです。2003年に朝日銀行と大和銀行が合併して誕生した埼玉りそな銀行。その歴史を遡ると、前身の一つである埼玉銀行が地域の金融機関としての役割を果たしていました。その埼玉銀行は4つの銀行が合併してできた銀行であり、そのルーツの一つが第85国立銀行です。また渋沢栄一が関わった銀行も多く、埼玉りそな銀行では渋沢の教えである道徳経済合一を継承し、理念の一つに掲げています。続いて訪れたのは現在の川越支店。ここで開業1年目に入社した社員の方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。こんにちは、渋沢でございます。渋沢さんと今おっしゃいましたが、あの渋沢栄一と何かご関係があるんですか？とてもよく聞かれる質問なんですけれども、私自身子孫であるとか親族であるとか、そういった関係はございません。この話をすると皆さん少しがっかりされた顔をするので、ちょっと申し訳ないなという気持ちになっております。開業1年目に入社し、川越支店に配属された渋沢さん、現在はりそなグループのビジネスプラザ埼玉の所長として、創業支援や取引先企業の販路拡大をサポートしています。そんな渋沢さんに、入社当時の思い出を20周年を記念したパネルを見ながら振り返ってもらいました。出勤初日にですね、こちらに塔があるんですけども、はい、ここの展望台に登らせていただきまして、で川越の街を見下ろしながら、当時の上司に、ここが君のこれから働く場所だよと、で銀行員としてのスタートの場だよと言われたことを非常によく覚えております。渋沢さんの思い出が詰まった旧川越支店は、老朽化につき改修工事を行っています。改修後は企業が商品展示や商談などを行える地域の経済拠点としての活用を考えている一方、川越の発展のためにも利用していきたいといいます。川越の文化ですとか芸術、そういったものを伝える川越ブランドの発信地となることを考えております。川越支店は国の登録有形文化財でもございますので、地域の発展に資するような活用方法を考えております。歴史の長い川越支店には、代々継承されている渋沢栄一直筆の変額があります。順理即遊と書かれております。道理に従って生きていくことが、すなわち繁栄につながるという意味でございます。埼玉りそな銀行に受け継がれる渋沢栄一の教えは、社会の変化に応じて銀行の在り方を変えていくという姿勢につながっていると渋沢さんは話します。特に渋沢栄一郎は、社会の変化をいち早く捉え、新しいものを取り入れることでその変化に対応していくと。で今私がいるビジネスプラザ埼玉ではですね、創業支援ですとか人材ソリューションという、今まで銀行が決して得意ではなかった分野で仕事をさせていただいております。そういった分野にしっかりソリューションを揃えることで、お客様の発展、ひいては地域経済の活性化、こういったものにつながるという活動が、渋沢栄一郎に通ずるところがあるのかなと感じております。向こう10年を考えますと、今までの20年以上に変化のスピードも幅も激しいものになってくると思っております。そういった変化をいち早く捉え、ソリューションをしっかり準備をして、でお客様に、埼玉りそな銀行と共に歩んでいけば大丈夫だと思っていただけるような銀行を目指していきたいと考えております。今年3月に開業20周年を迎えた埼玉りそな銀行。20年の道のりは平坦なものではなく、開業直後には
グループ銀行の経営危機で公的資金が注入されるりそなショックが起きました。しかしこれをきっかけに顧客や地域に寄り添った改革が行われることになります。ここからは埼玉りそな銀行の変化の20年を福岡聡社長とともに振り返っていきます。まずは開業20周年おめでとうございます。ありがとうございます。節目を迎えていかがでしょうか。はい、20年を迎えられたのも地元のお客様のご支援の賜物でございます。これまでにも感謝をして、これからも感謝をして皆さんのご恩に報いていく、そのように思っております。りそなショックを機に行った改革の一つが風通しの良い職場作り。オープンな職場環境はこの役員室でも実践されているといいます。いわゆる社長室というものはないんでしょうか。はい、社長室はなくてですね、あれが私の執務スペースになります。 あちらなんですね。はい、やはり透明な経営に努めるということと風通しのいい職場ということを考えてこのような形になってます。りそなショックを経験してその後からこのように透明な経営に努めるということでこのような形にしています。さらに女性活躍の推進にも早くから取り組んでいるということで取締役の新谷さんも交えてお話を伺います。新谷さんは2006年に当時では数少ない女性支店長として活躍した女性活躍の先駆け的な存在、りそなホールディングスの人材サービス部の執行役などを歴任し、現在は取締役会の議長を務めています。そんな新谷さんに支店長時代の職場環境について伺うと、私は育児をしながらの勤務だったんですけれども、やっぱりそうですね、しんどいなと思う局面も、何回かありまして、女性が活躍するための整備ということは当時も比較的進んでいた方かなとは思うんですけれども、まだ残業も多かったですし十分ではないところもあったなというふうに今振り返ると思います。そうした中、同一労働同一賃金の考え方をいち早く取り入れ、正社員とパートナー社員に共通の人事評価制度を導入、多様な人たちが働きやすい環境を作ってきました。働き方というところでいうと、正社員とパートナー社員の中間にあるようなスマート社員っていうような制度も設けまして、出産、育児、介護といったライフイベントに応じて自分に合った働き方をこう自由に選んでいただけるような、そういった仕組みも整えてきましたので、両立というところではやりやすくなったのではないかなというふうに思っています。こうした多様で柔軟な働き方の実現は女性の活躍を後押しし、女性役員や管理職の割合は平均を大きく上回っています。社会が多様化をする、でかつ銀行のお客様の半分はやはり女性、社会目線でいろんなサービスを考えたりするときに、多様化する社会であれば多様な人材がサービスを考える、これが必要なのかなと思いますね。本当に多種多様なバックグラウンドを持っている人たちがですね、一緒にこうお互いに理解しながら一つのことをやっていく、そういう職場の風土になったっていうのはこの20年間ですごく大きな変化だったんじゃないかなというふうに思っています。ここで風通しの良さを確かめるために、新谷さんに一緒の部屋で働く福岡社長の意外な一面を伺いました。社長はワンちゃんも飼ってらっしゃるんですけれども、ワンちゃんたちのお話をするときはデレデレという感じでお話をされてます。かわいい。この辺りが失礼いたします、ビビアン、ジュリアン、マリアン、おしゃれな名前でかわいい。マイペースな犬たちなんですけれども、見てるだけで癒されますから。わかります、存在している。いや、かわいい。そんな福岡社長ですが、20年前埼玉りそな銀行の設立チームの一員として開業に携わっていました。当時を振り返って福岡社長は、渋沢栄一の変革の一つ道徳銀行に込められた
道徳経済合一の精神を大事にしながら設立の準備を進めたと話します。今年はその20周年ですけど、埼玉銀行から考えると80年、やはりその間では朝日銀行になったりして、埼玉に特化した銀行という形ではなくなってたんですよね。ですから埼玉りそなを作るときは埼玉のために尽くすっていうことができる形になったので、やはりその時にはこの道徳経済合一、この精神に立ち返るっていうのがですね、初代の刀根頭取の思いのもとで、それでスタートしたっていうことですね。開業して間もなくりそなショックがありました、はい、当時を思い返していかがでしょうか。りそなショックの時に細谷さんからは初心忘るべからずっていうお言葉をいただいてるんですが、銀行の常識は世間の非常識っていうメッセージも出してるんですね。変わり続けるっていうことができなかったので、いつの間にか非常識になってしまったっていうのがあるので、グループ全体でも5時まで営業をするとか、やはり普通のサービス業に変わるんだっていうことで変化に適応していく、まあ、こういった進化の精神っていうものをずっとこの20年は繰り返してきております。また最近は余った食品などを寄付するフードドライブや子どもの居場所づくりの支援など、地域との関わりがより強くなっています。2021年には銀行の領域を超えた地域貢献を果たすために地域デザインラボ埼玉を設立しました。地域の困りごと課題というのは非常にこう複雑化をしてきています。銀行でも当然そういった課題に対して対応するんですけれども、銀行ではできない領域までより踏み込んで広く深く長く地域に寄り添って伴走していくという必要性が高まったというふうに考えています。埼玉りそな銀行もラボ玉も埼玉県とともにビジネスをやっていくという形になりますので、地域あっての我々だというふうに考えています。そのためにはやはり地域起点でどういうことができるかっていうのを考えながら取り組んでいく必要があると思いますし、それが今後の10年、20年、30年と続いていくものだというふうに考えています。地域と共に歩んできた埼玉りそな銀行の20年。次の10年に向けては競争をキーワードに地域に恩返しをしたいと福岡社長は話します。まだまだ銀行はその地域のためにお客様のために果たすべき役回りが大きいですし、20年の恩をこれからも報いていくためにはですね、競争の精神で進化をしないといけない。なのでそういった競争社会のハブのような存在になっていきたいと思ってますね。ではこれから埼玉りそな銀行が目指していきたい銀行像はいかがでしょうか。それはもう設立の時から変わらなくてですね、やはり埼玉県の皆様に信頼され地元埼玉と共に発展する銀行、これが我々の目指す姿ですね。本当に将来にわたって、身近で頼りがいのある存在になりたい、パートナーになりたいと思ってます。でその先に埼玉県の日本一暮らしやすい埼玉、この実現に力を尽くしたいと思います。開業20周年を迎えた埼玉りそな銀行のこれまでの歩みをお伝えしました。長谷川さん、いかがでしたか。はい、埼玉りそな銀行のですね、この開業以来の20年間というのはですね、リスナーショックに始まりましてね、短いながらも本当に壮絶な変革の、歴史だったんじゃないかなと、そのように思いますね。でただね、やっぱり地域のあらゆる皆さんにですね支えられて、社員の素晴らしい努力もそこに相まってですね、現在に至っているんだなというのがなんか伝わってきますね、この映像からですね。はい、そうですよね。で福岡社長さんがですね3年前に就任した時からですね、お客様の困りごと、これをですね一緒になって解決していくんだと、これをですねずっと言い続けてるんですね。でこういう言葉っていうのは非常に分かりやすくて、なんかちょっと温かみも感じますしね、やはり地元埼玉とともに発展する銀行、これをぜひ極めてもらいたいなと、そのように思いますね。はい、ここまで特集でした。